アラン・ハットンは、スコットランド・グラス号出身の元同国代表の元サッカー選手。ポジションは右サイドバック。レンジャーズ・カンプ・ノーで行われた UEFA チャンピオンズリーグ FC、バルセロナ戦でのレンジャーズ FC 時代のハットン2000年に、レンジャーズ FC のタブ組織に入団し、2002年12月22日に、スコティッシュ・プレミアリーグのパーティックシスする戦で、 プロ初出場を飾る。同2002から02シーズンは1試合のみの出場に終わった。2003から04シーズンは11試合と出場数を増加させ、2004年3月23日のアイブロックススタジアムでのダンファームリンアスレティック FC 戦ではプロ初得点を挙げた。翌2004から05シーズンは12試合に出場し、 リーグとスコティッシュリーグカップの2冠を獲得しているが、2005年2月のキルマーノック FC 戦で足を骨折したことで8ヶ月の離脱となった。大怪我から復帰した2005から06シーズンは、右サイドバックの定位置をフェルナンド・リックセンと競合しながらも公式戦23試合に出場。リックセン対談後は右サイドバックの一番手としての地位を確立しており、 そのプレーが評価され、2007年夏には新たに契約を5年締結。UEFA チャンピオンズリーグ2007から08の VFB シュトゥットガルト戦やオリンピックリオン戦での勝利に貢献するパフォーマンスは、強豪マンチェスターユナイテッド FC を率いるアレックス・ファーガソン監督から称賛された。6シーズン在籍したレンジャーズではリーグ戦において、 ダンファー・ムリン・アスレティック戦とハイバーニアン FC 戦での得点を含め94試合に得点を記録。UEFA カップ2005から06のパルチザン・ベオグラード戦、スコティッシュカップのイースト・スターリング・シャー FC 戦でも得点した。トッテナム・アーセナル・スタジアムでのアーセナル FC 戦においてアンドレ・アルシャビンをマークするハットン2007から08シーズン中の1月の 遺跡市場において、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC から遺跡金800万ポンドのオファーが来る。クラブ間合意となったものの、ハットン自身が拒否したことで、内容が向上した2度目のオファーがされ、最終的に1月30日に遺跡金900万ポンドで、トッテナムと契約した。2月2日のマンチェスターユナイテッド戦で、初出場を飾り、 マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。ベドラン・チョルルカとの定位置争いに敗れ、2010年2月1日に、サンダーランド a f c a 2 0 0 9から10、シーズン終了までの期限付き移籍をする。ウィガン・アスレティック FC 戦で、初出場を飾って、以来、スティーブ・ブルース監督に感銘を与え、ハトン自身もサンダーランドでの生活が満足だった。 ことで完全移籍を希望していたものの、トッテナムの要求額のために実現しなかった。なお、4月24日のハルシティ AFC 戦において、ジョジー・アルティドールへのタックルで、レッドカードを提示されている。サンダーランドへの完全移籍に失敗し、トッテナムに復帰したハットンは、ウルバーハンプトン・アンダラーズ FC との2010から11シーズン開幕戦において、 ペナルティーキックを獲得して、新加入、ラファエル・ファンデル・ファールとの得点をアシストすると、90分には、自身も得点を上げる、最高のスタートを切っており、以来、チョルルカとの右サイドバックの点位置争いに一歩、先んじて、シーズンの大半を、先発務め、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11では、準決勝進出に貢献した。しかし、 2011年4月に膝の負傷に苦しんだことで残り試合を全休することになり公式戦26試合に終わった。翌2011から12シーズンは期限付き遺跡でアストンビラ FC に出されていたカイル・ウォーカーの復帰に伴い定位置を追いやられるとウォーカーと入れ替わるかのように遺跡金300万でアストンビラへの移行の噂が立った。アストンビラ遺跡後 ハットンは、トッテナムで支持したハリー・レドナップ監督に対し、ユースチームと練習をさせられるなど、のけものにされたと非難した。アストンビラ2011年8月31日に、レンジャーズ時代に支持したアレックス・マクリーシュ監督、率いるアストンビラ FC へ、同僚のジャーメイン・ジェナスと共に移籍し、4年契約を締結する。9月10日のエバートン FC 戦で、 初出場を飾った。10月22日のウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦において、シェーン・ロングに対するタックルで、全治6週間となる膝の怪我を負わすと、同試合中に警告すら与えられなかったことが議論を呼び、相手のロイ・ホジソン監督から悪質と非難されており、味方のピーター・グラント助監督とマクリー・イッシュ監督からは擁護された。 右サイドバックの一番手として2011から12シーズンを終了したものの新たに就任したポール・ランバート監督の信頼を得られず2012年7月6日にシェフィールド・ユナイテッド FC からマッシュ・ロートンが加入したことでクラブでの将来が不明瞭なものとなりそれから10日後に発表されたアメリカ合衆国でのプレシーズンツアーに参加する25人の一員から漏れた この状況に対してハットンは、困難にあることを認めつつ、ファーストチーム復帰へ移動むと語った。ランバート監督の構想外といった状況は変わらず、2012年11月22日に、チャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC へ2013年1月2日までの期限付き遺跡で合意する。加入時に、EN、ファワズアルハサウィ会長からクラブにとって、 重要な人材となると大きな期待を寄せられたハットンは2日後のウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦で初出場を飾るとともにビリー・シャープの得点をアシストする上出来のスタートを切り以来右サイドバックの位置で期限付き赤万両となるまでの試合すべてに出場した2013年1月29日にプリメーラディビシオン の RCD マヨルカへ2012-13、シーズン終了までの期限付き遺跡に合意し、数日後に正式に、クラブの一員として、背番号2が手渡された。2013年2月3日のレアルソシエダ戦で、初出場を飾り、以来、右サイドバックの一番手として、主に、アントニオルナと、両サイドを支え、アトレティコ・マドリード戦では強力な、 攻撃陣を要するチーム相手に無失点に抑えることに貢献。最終的にセグンダ・ディビシオンへと降格するが、ハットン個人としては成功したシーズンを送ったことで残留を熱望し、クラブ側も完全移籍に動いていた。しかし、二部に降格したチームに金銭的な余裕はなく、残留は叶なわなかった。二度の期限付き移籍を経て、 アストンビラに復帰を果たすも、ランバート監督体制では依然として好転せず、2014年2月28日に、ボルトンワンダラーズ FC へ1ヶ月の期限付き遺跡に出される。2試合でベンチ入りした後、3月11日に、プライドパークスタジアムで行われた、ダービーカウンティ FC 戦で、初出場を飾った。いくつかの試合で良い印象を与えたことで、 3月31日に期限が延長され、トギー・フリードマン監督の下で最終的に9試合に出場した。様々なクラブへの期限付き遺跡から2014年にアストンビラへ復帰する。2014から15シーズン前の2014年7月17日に行われたマンスフィールドタウン FC 戦において2シーズンぶりとなるアストンビラでの試合に出場すると、 ダレンベントの得点をアシストするなどでアピールしていき、そして2014から15シーズンはついに定位置確保に成功した。開幕から4試合無敗と、好調なチームの中にあって、全4試合に出場して貢献するプレーが評価されて、9月16日に新たに3年契約を締結。12月7日のレスターシティ FC 戦でアストンビラが入後初得点を挙げた。 U-21B 代表でプレーした後、2007年5月11日に、アレックス・マクリー・主監督によって、クラブでの同僚チャーリー・アダムと共に親善試合のオーストリア戦と UEFA ユーロ2008予選のフェロー初当戦へ向けて初召集され、5月30日のオーストリア戦で、アダムと共に後半からスコットランド A 代表初出場を飾った。 2007年9月のリトアニア戦が公式戦最初の試合だった。出展、出展、レンジャーズ FC トッテナムホットスパー FC、ありがとうございます。